光圀さん来ましたよ。東京支社から出張でやってきました安田大サーカスのクロちゃんです。わーわーわー、やだやだ、エリート社員来ましたよ。来ましたね。まさか東京支社からクロちゃん来てくれるとは思わなかったな。これな、今回やってきたのは少人数の個別指導が特徴の学習塾、個別指導キャンパス。ここで皆さんに抜き打ちテストを受けてもらいます。抜き打ちテストって何？こちらの塾では生徒たちに合った指導をするため学力を測るテストを行っているそうなんです。そこで今回光圀社長たちも特別に挑戦。では、はい、テスト開始です。内容は小学校の教科書レベル、大人が知らないと恥ずかしい常識問題ばかりですよ。何だっけ、あれ何やったっけ。いやいや、こちらの塾の特徴というのはどういったところですか？はい、個別指導キャンパスの特徴は何といっても圧倒的な低価格と高い指導品質にあるというふうに思っております。おおむねですね、他の塾さんの6割程度という授業料になってるんですよ。安っ、6割 ?6 割、はい、ではテスト終了です。はい、まずは対義語を答える問題。皆さんは当然わかりますよね。偶然、出会い、高校、親、あれ、人口、家、具体的。対義語の意味が正直わからなかったから、まあ、あ、そっからも。そう、だからかなんとなく当てはまる言葉を書きました。問題外ですね、これね。じゃあ私以外の2人はできてたんですか？できてますよ、絶対。クロちゃんに関しては具体の対義語が麺って書いてますから。どういうことですか？いや、だって具材と麺でしょ、だって具材じゃない、具体やん。ちょっと待って、俺今文句言ってたんだから俺のターンじゃないから今。なんで？だから考え方としては一緒ってことですか？いや違うよ、違う2人とも高校の反対は親って書いてます。一緒じゃないですか。親って書いてる、はい。次は天狗になるという慣用句を使って例文を作る問題。こちら全員正解でした。あ、やった、よかった。いや、これは簡単だったな。社長、クロちゃんがキャバクラでチヤホヤされて天狗になる。ちょっとなんかちょっと腹が立ちますね。で、次、星香さん、はい、クロちゃんは東京へ行って天狗になった。知らないだろ、俺だろ、大阪時代を。いやいや、いろんな先輩から聞いてますから。そして、いろんな先輩聞いてるのおかしいだろ、はい。そして最後に、クロちゃん自身は褒められすぎて天狗になる。あ、なるほど。いや、自分のことじゃないから。違う天狗になってないから、全然停止して下から入ってる、下から。続いて歴史上の人物の名前を答える問題。星香の回答は豊臣さん。あ、小田さんが、はい、ベートーベン。いや、だから髪型の判断。いや、だってモーツァルトっぽいよ、どちらかというと。それ、エジソン。あ、そう、あの、これ何でしたっけ、エジプト、はい、何でしたっけ、このエジプトのエジトってエジソンいた。次は社会から出題。2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんは、うん、〇〇の発明者の一人である、うん、こちら、社長の回答がホームページ。え、ホームページって、いや、え、去年ですか、去年発明したんですか。だから、科学賞受賞したから認められたのが去年。いやいや、やりましたね。あ、やりましたね、もしかして。やりました。先生、これはアウトでしょう。次は九州の県名を答える問題。実はクロちゃん、長崎でレギュラー番組を持っているので間違えられません。いや、合ってるでしょ、長崎は。合ってないとまずくないですか？いや、合ってます、だっていつも言ってるし、はい、一緒に言ってる。いや、黒、間違って、嘘でしょ。長崎とちなみに佐賀が逆になってます。あ、冗談ですから。俺長崎愛してるから、第二の故郷だと思ってるから、本当に。テストの結果は光圀社長がトップ。その点数は69点です。中途半端。いや、ちょっともう行くんだったらもうちょっと行ってくださいよ。続いて第2位は30点でクロちゃん。やったー、やった。え、けど30点なの？最下位でございます。もう責任を持って小城キャンパスで面倒見ますので。おお、8点でございます。8点、まさかの8点。え、そんなことある？
個別指導キャンパスでは一人一人の学力に合わせて指導してくれるので安心。最大9万2000円が無料になるお得なキャンペーンも実施中。さらに嬉しい制度も。成績保証制度というのを業界でいち早く導入しておりまして、これは万一学校の成績が一定期間で上がらなかった場合はなんと3ヶ月間も授業料を無料で見るという制度なんですよ。個別指導を体験したクロちゃんは、いや本当にね、自分がね勉強できると思ってましたけど、できないことがしっかり分かったので弱点をしっかり克服して勉強をしっかりしようと思います。ありがとうございました。ハッピーニューイヤー。ちょっと遅めの。ちょっともうゴミなのかやめてくれるかな。違うから、盛り上がると思って巻いただけだから。違うから。めんどくさい。